宇佐八万宮信託事件は、奈良時代の神後慶雲三年、宇佐八万宮より、聖徳天皇に対して、道教が皇位につくべしとの託戦を受けて、与下道教が天皇位を得ようとしたとされ、紛糾が起こった事件、道教事件とも呼ばれる。同年旧暦の10月1日に、聖徳天皇が御事の利を発し、道教には皇位は継がせないと宣言したため、事件の決着がついた。 ゆげ道教は、後賢上皇の病を治したことから、その信頼を得て出世した。天平法治八年、後賢上皇と対立した最高実力者、藤原中丸が反乱を起こすと上皇は、中丸の先制に不満を持つ貴族たちを結集して、中丸を滅ぼした。乱後、上皇は、中丸の推挙で天皇に立てられた、順任天皇を武力をもって廃位して、淡路国に流刑にすると、 自らが天皇に福位することを宣言した。福位した聖徳天皇の下で、道教はその片腕となり、天平神五元年には、創籍のまま大城大臣となり、翌二年には、法王となる。こうして、聖徳天皇の寵愛を一心に受けた道教は、政治にしばしば介入した。だが、半中丸派の貴族の体制はあくまでも、中丸の政界からの排除のために上皇に、 協力しただけであり、後権上皇の福井や道教の正解進出に賛同したわけではなかった。聖徳天皇は独身で子供もいなかったため、その後の行為を誰が継ぐのかが正解の最大の関心事となった。天皇もこの空気を敏感に察しており、淡路に流された背底の謎の死、和家王の突然の処刑、天皇の異母妹である不安内親王の 功績剥奪など皇族に対する粛清が次々と行われていき、皇位継承問題は事実上の近畿となっていった。同郷を天皇につけたがっていたと言われる、聖徳天皇は、報告を聞いて起こり、清まを今は因外助に左遷した後、さらに別笛まろと改名させて、大隅国へ入るし、姉の広虫も別府広虫売りと改名させられてと、 解明させられたという説もある処罰された。日本の皇室は歴史の中で幾度も危機を迎えたが、一般に、そう、余下道教によるとされる、この行為継承の企みは、その中でも衝撃的な事件であった。この事件については、俗に本気に詳細が書かれ、道教の政治的陰謀を阻止した、和気清よが中心の官として、 戦前の歴史教育において、しばしば取り上げられてきたが、すでに、江戸時代に、元織のり長によって一連の神話的な事件の流れに回帰的な説が唱えられ、近年には、俗日本記の記事には、公認天皇の即位を正当化するための作為が、含まれているとする説も存在する。新宅義義吉宮先都説、中西康弘は、以下のような解釈を提出している。しかし、 この新宅吉吉宮しのみ説は根拠が憶測の域を超えるものではないとする見方もある。また、おさべをがり伝え死後に藤原氏によって敗因されて後に変死しているという指摘もある。その一方で、聖徳天皇や道教が清丸を流したことで2番目の新宅を否認した以上、最初の新宅に基づいて、道教への皇位継承を進めることも可能であった。 はずなのに、事件以後に、全くそうした動きを見せていないことや逆に、藤原氏らの反対派がこの事件を直接の大義名分として、天皇や道教排除に、積極的に動いていないことから、道教がこの事件に深く関わっていたとする証拠を、乱すことは困難である。また、白壁王の擁立については、藤原氏一族は一致していたものの、その次の天皇については、 早い段階で、白壁王の子供のうち、おさべ王を押す藤原長寺ホッケと、山部王を押す藤原ももかわら指揮下との間で、意見の対立があり、おさべ皇太子の範囲も、政権の主体が、ホッケから指揮下に移った直後に発生していることから、ホッケ主導下で、公認擁立をさべ律大使が行われたことと、指揮系営の政権移行後に、その敗大使が行われたことには矛盾はないと。 考えられている。小徳天皇死亡説中正説に対して、細井博士は、俗に本気が、同郷政権を批判する際には、後日に、不正の暴露などの形で対になる事実を提示しており、新宅事件についてのみ捜索を加えたとは、考えにくいとして批判した。また、同郷側よりも宇佐八幡宮側の事情が強く、関わっているという説もある。三条伊豆母によれば、 元平官平元年に、宇佐八万宮から、ネギの外十五位下、大神社女と主神し十八位下、大神田麻呂が建設中の東大印社名仏像を支援するという神託を報じて、平城京を訪れた。これによって、宇佐八万宮は、不古と八万大菩薩の称号を授けられ、これを肝心した両名にもそれぞれ阿村の生徒十四位下と、外十五位下の官位が授けられた。 ところが、天平商法6年にはこの時の両名が、薬師寺の行進と組んで演味を行ったとして、理解と性の剥奪と流刑に処せられた。これは、うさ八幡宮の社会的影響力の増大が、皇室と律令制、神語国家が形成する皇室祭祀と仏教を基軸とする宗教的秩序に対する脅威になることを危惧したからだと考えられる。翌年には、 佐八万宮から再信託があり、千年の信託が偽信託であったとして、不幸の返却を申し出たとされている。これも、朝廷からの佐八万宮への圧迫の結果であると見られる。このような路線確率に大きな影響力を与えてきた藤原中丸が失脚して仏教像でありながら積極的に祈祷を行うなどの前代の男巫女的要素を併せ持った道教が、 政権の中枢に立ったことによって、宇佐八幡宮側が湿地回復を目指して、同郷側に対して接触を試みたと、本説は解釈する。新宅事件にゆかりのある大阪府屋尾市、岡山県は家庁、大分県宇佐市は相互に姉妹都市となっている。ありがとうございます。